はい、皆さんこんにちは、メカミックスです。ロストヒーローズ、前回の続きからやっていきたいと思います。またまたちょいと久しぶりなんで、パーティー編成の方はウィングガンダムゼロ、ウルトラマンゼロ、仮面ライダーブラック RX、 仮面ライダーダブルと結構強キャラ揃いで、揃えていきます。確かなんか牢屋の真ん中のところに次行くんだったよな。第3中継地点からでよかったんだっけ。ここだ、ここ。扉は固く閉ざされている。鍵を使いますかと。はい。おお、行けるようになった。採石場来た。あ、ウルトラマンがいる。てかまんまウルトラマンじゃん。さっき助け出さなかったっけ、ウルトラマンって。十字架にはゾフィーが貼り付けにされている。ゾフィーかよ。こっから見ると普通にウルトラマンと見分けがつかない。ゼロたちはゾフィーを貼り付けから助け出した。すまない、私としたことが。こうやって見るとゾフィーだな。どうやら我々ウルトラ戦士は本来の力を失ってしまったようだ。ふん、ウルトラ戦士だけじゃねえ、俺たちも同じだ。やはりそうか。いずれにせよリジェスの軍勢と戦うには我々は団結して臨む必要がある。リジェス軍、敵のことを知っているのか。ああ、敵はこの世界をリジェスと呼んでいる。そして奴らは巨大組織を形成している。このキューブはその研究部門を統括するイカデビルとヤプールによって支配されている。奴らはどこに。え、なになに、なんで画面が変わったの。あ、そういうことね。この奥がキューブの中枢だ。おそらくここに。すぐにでも攻め込みたいが、まずは体勢を整えた方がいいな。それがいい、焦りは禁物だ。ウィングゼロたちはゾフィーと共に拠点へ向かった。今拠点から来たばっかりなんだけど。拠点に着いたゾフィーは司令官として迎え入れられた。その知識と経験に基づいた的確な戦況判断はヒーローたちの大きな拠り所になるだろう。ゾフィーは自分の持てる情報の全てを語った。そう、つまり第4のキューブが存在するということだ。だがそこへ行くには壁を壊さなければならない。その通り。セラビー、壁とは。ああ、ライドダンジョンにどうしても壊せない壁があったんだ。それなら前にアンクたちが回収してきたドリルが使えるかもしれない。修理が終わればの話だが。どれぐらいかかる。できるだけ急ぐ。すぐに取り掛かろう。俺たちはまずは目の前の敵だ。ヤプールとイカデビルか。これは未確認情報だが、イカデビルはすでに別のキューブに移ったらしい。お前、貼り付けにされてた割にはなんで知ってんだ。第4のキューブへか。それは不明だ。まあよかったじゃねえか。とりあえずヤプールだけに集中できてよ。うん、しかしあのヤプールのことだ。何か切り札を隠しているに違いない。気をつけてかかってくれ。いよいよヤプールとの対決か。ならば我々も休んでいる暇はないな。ウルトラマン、セブン、体はいいのか。はい、もう大丈夫です。そうか、では2人も戦列に加わってくれ。もちろんです。ウルトラマンとウルトラマンセブンが仲間になりました。マジか、一気に2人仲間になったな。ちょっとパーティーだけ一応見てみるか。まあちょっと変えたばっかりだからな。まあどんな感じか。ウルトラマン、ウルトラセブン、攻撃力がウルトラセブン高いな。腕力はウルトラマンが高いけど、全体的な攻撃力としてはウルトラマンの中ではあんま変わんねえな。ウルトラマンゼロこうやって見ると強いよな、やっぱり。まあとりあえず今回はこのメンツでいきましょう。じゃあちょっともう一回ゲートポートから、中継地点3とで真ん中に行きましょう。うん、お、なんだ、びっくりした。さっき来たとこか。これはなんか左右行けそうだからな、行ってみよう。宝箱があるかもしれない。これなんだっけ、普通に攻撃してればいいんだっけ。うお、感染した、痛い。ゲバコンドル、なぜかダブルを集中して狙ってきてる。スキルで一応ヒールはなんとなくウィングゼロに持たせて、仮面ライダーダブルはヒールレインですね。ピエロの仮面を入手しました。
これ確実にさ、トロワの仮面でしょ。なんでこんなところに落っこってんの。こっちは行き止まりか。2体だったら2ターンで終わるかな。おー、終わった。で、ちょっと向こう側も見てみましょう。お、宝箱をゲーっと。巨大な牙、これは素材かな多分。あー、敵3体。なぜかダブルが集中攻撃を食らうな。なぜだ、弱い者いじめか。仮面ライダーダブル回復させなくては。ヒール2回必要じゃないかこれ。そうすると、こっちは行き止まりか。うお、断崖絶壁だ。まあ下とかは見れないからあれだけど、落ちたら確実に死ぬな。さてさて、イベント。お、エースキラーだ。お前倒したはずなのに。エースキラー復活しやがったのか。ははは、はそいつの性能は以前と同じだ。しかし私は一度負けたものをまた使うほどバカではない。どういうことだ。貴様らは私を追い詰めたと思っているが、むしろ逆だ。究極の研究の仕上げには貴様らの協力が必要だったのだ。感謝するぞ。ははは、ガディバ、エースキラーと融合するのだ。おお、こいつか。何をする気だ。ガー、融合した。エースキラーが。ガディバは戦った相手の能力を吸収し再現することができる。つまり今まで幾度となく戦ってきた貴様らヒーローどもの能力はすでにエースキラーのものとなったのだ。そう、まさにヒーロー全員を抹殺する存在へと進化を遂げたのだ。なんだと。お、エースキラーが進化していく。鎌みたいなの突き出したな。メビウスキラー、グオー。はっはっは。だが驚くな、これだけではない。イカデビルから引き継いだ研究の成果を見せてやろう。究極の融合怪人アルティメット D。 あ、これはアルティメットドーパントってことか。ヒーローならば感じるだろう、こやつに漂う凶悪なオーラを。別に何にも感じないけどな。どんなやつが来ようと俺を倒そうなんて。何年だこれ。2万年早いぜ。メビウスキラーにアルティメットドーパント、いずれも我々の研究が生み出した究極の兵士。貴様らを確実に葬るためにな。お、これは2体か。まずはちょっとヒーロー技を使っていこう。そう、ロストヒーローズ2と違うのはこのヒーロー技がもういきなり溜まってれば使えるっていうところですよね。なんでいきなりラッシュをかけます。マキシマムドライブコンボ。さあお前の罪を数えろ。タッヒート、どんどん行くぜ。おら、逃がしやしねえ。これでいけるよ。サイズの強化、これで決まりだ。マキシマムドライブ強化エクストリーム。決まったな。730。あいたたたた。うわっと、ウルトラマン。マジか。これで。とどめない。おお、いいね。直ちに破壊する。ターゲットロックを。任務完了。
おお、メビウスキラも倒せんなと思ったら、なんだ、巨大ヤプールが出てきた。己これ以上好きにはさせんぞ、愚かなヒーローども。異次元超人ヤプールの恐怖を教えてやろう。ふん、だがお前の自慢のメビウスキラーはもう死にそうだ。このターンで決まりだな。キックキックキックで、これちょっとウルトラマンだいぶ減らされてるから、こっちで回復しよう。メガライフキット、オッケー、開いた。やばい、メビムバスト全体攻撃かよ。よし、粘動力、マジかよ。物理無効、これは物理じゃないか。あぶねあぶね、こいつのキックは確実に物理だからな。バスターライフル、ウルトラゼロキック、RX キックで、ちょっとまたメガライフキットで回復させるか。回復、ちょっとヒールとヒールレインが、お、なんだ、うわ300食らった。回復追いつかなくなってきたからな。あいった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 。アルティメットドーパントもただそろそろ倒せんな。これでこいつどうしようかな。ピコンピコンなってるから、とりあえずライフキットでウィングゼロを回復させて、こいつキックしてヒールレインを使おう。チャリーン、あいだー。でもちょうど回復をさせてるから、バスターライフル、やっぱウィングゼロ強い、普通に。ライフキットで、こいつなるべく攻撃したいからな。メガライフキットで仮面ライダーでヒールレインと、ただ残るは巨大ヤプールだけだ。あいった、強えな、やっぱり攻撃力が。バスターライフルのどうしようかな。このアシストモモタロスを使ってウィングゼロを強化しよう。ヒールレイン、うわ、アレックスキック、よしよしよし、私の力の源は怨念だ、許さん許さんぞ。なんだか喋ってきたけど、まあいいか。結構喋るよなこれ。ロストヒーローズ2ほとんどこういう戦闘での会話はなかったのに。あいって、でもこれはね、ヒールでヒールレインで多分回復できるから。でこれでヒーロー技使えばいけんじゃねえか。これ式のことで倒れるものか、貴様ら地獄へ道連れだ。バッチンバスターライフル打って、でこいつももう攻撃に入ってこう。ウルトラゼロキックで RX キックで、ヒールレインとウルトラゼロキック、うわ粘土力、でもこれは大丈夫なはずだ。 OK、 それほど苦戦しなかったな。お、すげえ、めっちゃ手に入れた。まさかこの私が。だが覚えておくがいい、我々リゼスは全ての世界からあらゆる力を取り込んでいる。貴様らが失った力でさえ我々の手中にある。もはや勝てるはずもない。力は取り返すまでだ。お前たちのような悪を俺たちは許さない。ふん、ほざけ、万が一にも貴様らがリゼスを脅かすようなことがあれば、このヤプール怨念となって必ずや復讐戦、破滅の未来で待っているぞ。爆発したヤプールが。ヤプール強敵だったぜ。いやそうでもなかったけどね。おい、あれを見ろ。お、なんだ、なんか空に文様が浮かび上がっている。あれはウルトラサイン SOS、 一体誰が出しているんだ。ヒーローたちは拠点に戻り、今後の対策を練ることにした。とりあえず SOS はシカトか。あ、誰かいる。あ、これはヤプール。だがヒーローどもをかなり苦しめた。お前の戦いは無駄ではなかったぞ。ウルトラサインならこちらでも確認した。
救助を求めるメッセージで、どうやら次のキューブから発信されたものらしい。すげえな、キューブを通して発信したんだ。第4のキューブにもウルトラ戦士が？ああ、そのキューブはウルトラキューブ。我々の故郷、光の国が取り込まれている。だが、施設の形状や位置関係などは本来の光の国とは異なっている。忠実に再現されているわけではなさそうだ。詳しいね。実は私が目覚めたのがそのウルトラキューブなんだ。なんだって？じゃあどうして？力を失っていた私は敵に敗れ、アジトキューブに連行されてしまった。そういうことだったのか。それなら他にウルトラ戦士がいても、ああ、おかしくはない。助けに行かねえとな。だが待て、壁を壊さないことには。行けるぞ。例のドリルだが、ライドマシンに装備しておいた。光、さすがだな。技術屋として当然のことをしたまで。こいついつの間に技術屋になってんだ。それともう一つ、アイテムサーチ機能を追加しておいた。なんだいそれは。ライドダンジョンでアイテムに近づくと反応して知らせてくれるはずだ。はずだって何？なに、電電センサーの技術を転用しただけだ。なるほど、実に興味深い。おお、ライドマシン。ペルミダードリル。アイテムサーチ。ライドダンジョンか、ちょっとな、めんどくさいな。アイテムサーチはライドダンジョン画面に常に表示され、隠された宝に近づくと反応します。隠された宝に近づくほど、図のように変化しますので、ここだと思ったところを調べてみてください。まあ光が強くなる感じかな。そうすると調べたところに隠された宝があればアイテムを得ることができます。貴重なアイテムが隠されていますので積極的に探してみてください。アイテムサーチチュートリアルは以上です。調べないといけないの？2号のチップ、エースのチップ、ジャックのチップ、ソフィーのチップと、あれまだいた、スカルのチップ、じゃあチップをここしよう。だいぶ溜まってんな。これで何ができる？アシスト光、ライダー2号、ダメージ床半減。今更？関節攻撃1回目か。あ、これもちょっとつけとこうかな。なんだかんだで役に立つからな。光属性強化。属性はな、今回あんま積極的に使っていく感じじゃないからな。ちょっとじゃあ、チップを、チップじゃなくてフォースを見るか。新しくできたのが、光。関節防御力を大きく上げます。ライダー2号。物理攻撃力を大きく上げます。あと誰だっけ？そんなもんか。あとはここら辺か。というところで、次がライドダンジョンなんで、まあちょっとめんどくさそうなんで、まあ少し早いですけれども、今回はこれで終了して、まあ次回続きをやっていこうと思います。